ラウンドに練習参加させてあげるというところが大事になります。あ、じゃあ3週間くらいはもう完全に逃げないで。これがね、状況によるんです。あのすごい厳密に行った場合、例えばあのドクターに診察、脳外科のところで診察を受けてもらって脳震盪と診断された場合は、大きくは2週から3週ぐらいはスポーツをさせないでくださいねというドクターがいます。なので、あのいわゆる世間一般でいう脳震盪という運営になった場合は、